こうやって空を見上げていると時間が止まったように思えるのよね。本当に時間が止まるわけないのにね。香織。何、相沢君。昼飯はもう食ったのか？昼食なんてもう何日も食べてないわよ。相沢君は？苦しいくらい大量に食った。そう。なあ香織。何？まだしおりのことを避けてるのか？あいつは今を精一杯生きているんだ。残された時間があとどれだけかなんて関係ない。最後までしおりのことを妹とは認めてやらないのか？相沢君、私は分かった。ナイキか、どうしたんだ？私、今日は部活ないんだ。だから商店街寄って帰ろうかと思って。商店街か。香織、最近元気ないから。香織と一緒に行くのか？うん、百貨屋。そっか。うん、私も私にできることをしたいから。そうだよな、友達だもんな。うん。いらっしゃいませ。綺麗なお店ですね。綺麗なだけじゃないぞ、うまくてリーズナブルだ。至れり尽くせりですね。確か今日は雄一さんのおごりなんですよね。まあな。何を頼んでもいいんですか？もちろん。わかりました。ご注文はお決まりでしょうか？俺はコーヒー。私はこのジャンボミックスパフェデラックスをお願いします。え？かしこまりました。楽しみですね。しおり。はい。今のやたらと大げさな名前の食い物は何だ？パフェです。普通のパフェじゃないだろう。ちょっと大きいみたいですね。ちょっとか。もしかするとすごく大きいかもしれませんけど、3500円しますから。は？3500円です。なんでパフェが3500円もするんだ？やっぱり大きいからですね。まあ、いいけど。ありがとうございます。でもそんなに食えるのか？今日は頑張ってたくさんたくさん食べます。だってせっかくのおごりですから。残っても知らないぞ。その時は二人で食べましょうね。一つのパフェを一緒に食うのか？はい。いらっしゃいませ。あんまりこういう店に入りたい気分じゃないのよ。ここのいちごサンデーがすっごく美味しいんだよ。知ってるわよ、何度も来てるんだから。だったらね。おい、ナイキ。あれ、ゆういち。私やっぱり帰るわ。うわ、いきなり出て行かないでよ。よかったら一緒にどうだ？うん、私はいいよ。香織は？分かったわ。はじめまして。いえ、こちらこそ。ゆういちじゃないよ。はじめまして。私は水瀬なゆき。こっちは美坂香織。私はしおりです。しおりちゃん、1年生だよね。はい。私たちは2年生だよ。で、言わなくてもリボンの色でわかるよね。はい。挨拶はいいから、なんか注文したらどうだ？そうだね。しおりちゃんは何を注文したの？ジャンボミックスパフェデラックスです。私一度食べてみたかったんだ。それでしたら皆さんで食べませんか？いいですよね、ゆういちさん。なんでゆういちに聞くの？ゆういちさんのおごりですから。ゆういち、お金持ち。いや、別にお金持ちなわけじゃないんだけど。でも、ゆういちさん、何を頼んでもいいって。何を頼んでもいいの？あ、ちょっと待って。私、いちごのクレープもお願いしようかな。美味しそうですね。うん、私のおすすめだよ。一番は
やっぱりいちごサンデーだけど。私も食べたいです。やめてくれ。冗談ですよ。お待たせしました。大きいですね。確かにこれだったら3500円くらいはするかもしれないな。皆さんで食べませんか？っていうか一人で食えるような量じゃないだろう、これ。いただきます。香りも食ったらどうだ？大丈夫、しおりちゃん。ちょっと苦しいです。食いすぎだ。でも楽しかったです。みんな一緒に食事できて本当に嬉しかったです。そうだ、今度一緒にお昼食べようよ。私でもいいんですか？もちろんだよ。だって雄一の大切な人だもん。え？なんなんだその大切な人っていうのは。ん？だって雄一の彼女でしょ。可愛い子だよね。雄一にはもったいないよ。ほんと見る目がないわね。え？なゆき、帰るわよ。え？寄りたい店があるのよ。喫茶店に付き合ったんだから今度は私の買い物に付き合ってもらうわよ。ほっとけ、余計なお世話だ。余計なお世話じゃないわよ。だってしおりは私の妹なんだから。それじゃまたね、二人とも。ああ、またね、お姉ちゃん。